去年あった職場の同僚の結婚式。新郎の同僚仲間や上司と参加し、式が始まるまで新郎新婦の友人一同を集めた控え室みたいなとこで談笑してたら、新婦友人方でやめなよ、なんで？いいじゃん。って軽く争う声がした後、そのうちの一人がカップケーキとマドレーヌ食べませんか？ってニコニコしながら箱を持ってきた。どうやらその女の手作りらしいんだけど、どう見ても生焼け。見た目ぬとって感じ。ああ、新婦友人がさっき止めてたのはこれでか、と向こうを見ると、数人の女の子たちがうんざりした顔しつつも頭を下げてた。ごめんなさい、これから食事出ますし、お腹いっぱいになっちゃうんで、と同僚、女が。申し訳なさげにやんわり拒否すると、その女は無視して、どうぞと同僚、男連中にだけ、次々と進め出した。同僚、男連中も、すんません、ちょっと甘いの苦手でとか遠慮するのだが、手作り女の推しがすごい。ちょっとブランデー入りで、男の人でも美味しいですから。こっちのカップケーキは、桜の塩漬けが隠し味で、とか。説明もしだして、全然引かない。見かねたのか、新婦友人たちは、あっちでみんなと話そうよ、さきちゃん、とか、再び止めようとしてくれたんだけど、手作り女は、意固地になってか止まらない。そんな中、すでに、軽く酒が入ってて、上機嫌の新婦親戚らしき親父が、ふらふらやってきて、お、いいもんあるじゃん、俺にも一つちょうだいよ。と、手作り女の肩を叩いた。突然やってきた酔っ払い親父に、手作り女は、ちょっとムッとしたけど、やっぱり、若い子は可愛いね、手作りなんて女らしいよ。って褒められるうち、どんどんご機嫌になって、やだもうどうぞって、ニコニコしながら、親父にカップケーキを手渡した。親父は、ありがとう。って言いながらバクバク頬張った。うわ、あの生焼け言ったよ。酔っ払ってるからわかんないのかな？と抱えて囁いてたら、一口咀嚼するごとに、さっきまでのニヤニヤした赤ら顔から、だんだん真顔になる親父。そして、普通の声で、まずいねえこれ。あまりのテンションの落差に、同僚一人が吹き出してしまい、つられて、部屋の中のみんなは爆笑。手作り女は真っ赤になり、怒ってドアを叩きつけるように部屋を出ると、そのままどっか行ってしまい。結局、披露宴が終わっても帰ってこなかった。後から、新郎と新婦が来たとき、新婦が、不思議そうに、あれ、さきちゃんは？と、新婦友人に尋ねていたが、置きっぱなしの、生焼け、歌詞と友人らの説明で、またか、と少し落胆してた。生焼け菓子を食った親父は、酔いも覚めたのか、女を怒らせたことに、ちょっと、申し訳なさそうにしていたが、披露宴の最中に腹が痛いとかで、頻繁にトイレに行っていた。新婦から聞いた話によると、手作り女は菓子作りが趣味で、会社にも、頻繁に、ケーキやジャムやら持ってきて。しかも、まずい上に断ると切れるので、社内でも、ちょっと面倒な人だったそうだ。なんか新郎の同僚の男連中を狙っていたそうなんだが、俺は話しかけられませんでした。